池田正弘の自転車旅池チャリ。はい、皆さんこんにちは。インスピリッツテニスクラブの池田正弘です。この池チャリはですね、インスピリッツで使わせていただいている会場から、最寄りの駅までですね、自転車でブラブラして、美味しそうなお店や気になったお店ですねを僕が勝手に紹介しちゃうという企画でございます。というわけでですね、今回待望の第2回目ということで、今日はこちらトマトインドアテニスクラブさんで来ています。ですので、トマトインドアテニスクラブさんから北越谷駅までの間で気になったお店を紹介していこうと思います。さあ、どんなお店があるんですかね。めちゃくちゃ楽しみですね。では行ってきます。レッツゴー、イケチャリ。はい、今トマトインドアを出発しました。今日はさっきまで雨が降ってたんですけど、やっぱり持ってますね。僕は幸運なことに今は止んでます。お、なんかお店がありました。木のお店ですね。お、一旦ここで喉を潤してからお昼ご飯を食べに行こうと思います。はい、というわけで1軒目ですね、こちらコーヒー OB さんですね。ちょっとコーヒーというか飲み物を、どんなメニューがあるかちょっとまだ分かんないんですけど、ちょっと飲んでいきたいと思いますので、では行ってきます。はい、ではちょっと悩みに悩んだんですけど、メニューを決まったので、まあコーヒー屋さんということなので、僕はパインスカッシュにします。はい、あともう一個、あとあれです、ホットケーキ食べたいんで、パインスカッシュとホットケーキを頼もうと思います。はい、パインスカッシュが来ましたよ。でかいっすね。本当に僕の顔よりでかくないですか。うん、すごい。ではいただきます。近くカビキンキンに冷えてます。はい、ホットケーキが来ました。というわけで食べていこうと思います。じゃあいただきます。なんすか、切ってるだけっすよ。切ってるだけで笑いを取れる、最強じゃん。やばい、僕天才かもしれないな。俺はちょっと切りづれ食べていこうと思います。あ、落ちそうだった。じゃあいただきます。結構しっかり系ですね。しっかりとしたこうギュッとしたホットケーキですね。ちょっとメープルシロップをかけすぎてメープルの味しかしないです。次はじゃあ付属のアイスクリームを乗せて食べてみようと思います。うまし。ホットケーキ、アイス、生クリーム。顔うまし。ちょっと最後じゃあメープル漬けにして食べてみよう。メープルシロップって美味しくないですか。すっげえ1個持ったんですけど、女の子と来たいですね。パフェ食いて1ミリも入んないけど。1軒目の OB さん、もうすでに1軒目で、おっとっと、お腹がいっぱいでございます。
パインジュースにしとけばよかったです。スカッシュがもうお腹に来てきて、なのでちょっと自転車で移動しながらこの水分をなんとかしていきたいと思います。では次の店に行きましょう。レッツゴー。いけちゃり。セブンイレブンが今右手側にありました。セブンのお弁当って美味しいですよね。あと知ってました？セブンのコーヒーって他の3社に比べるとちょっと苦いんですよね。なんかこう趣深いラーメン屋さんが。はい、2軒目ですね。こちら天狗北越ラーメンさんに来ています。店内行ってみようと思います。メニューはこんな感じになってます。やっぱラーメンですね。天狗ラーメン、天狗ラーメンとなんだっけ、焼き肉、さっきの焼肉丼セット、セットでこういうなんか目の前で調理するのを見るのってあんまないですね。結構新鮮。ラーメンだけすいません。はい、ラーメンが来ましたよ。ありがとうございます。いただきます。うまっ。なんか麺が結構コシがある。縮れ麺。ほんのりと醤油の味がする。うまい。レクルク丼も今から。うめ。結構マヨネーズが効いてます。マヨネーズと焼肉の味が。今ですね、食べ終わって僕はですねこちら天狗ラーメンと焼肉丼のセットを食べました。ボリュームがもうすごい。ぜひがっつり食べたい方はこのセットメニューもいいと思いますし、あとはラーメンメニューもですねいろいろありますので、ぜひちょっと来てみていろいろですねメニューを楽しんでいただければといいかなと思います。では駅の方に行っていこう、向かおうと思います。いけちゃり。はい、というわけで、北越谷駅ですね、こちら西口トマトの方の、口ですね着きました。ちょっとこういろいろ行ってみて思ったんですけど、やっぱり文教大学とか学校が近いので結構飲み屋さんが多いのかな、ご飯屋さんとか飲み屋さんとかが多いので、まだまだこう紹介しきれてないお店とかたくさんあると思うので、ぜひまたそこを見つけたら随時、このイケチャリで紹介していければなと思います。ではまた次回のイケチャリでお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録はこちら、最新おすすめ動画はこちら、いいねボタンも押してください。